ネットビジネスで稼ぎたいなと思っている方、そしてですね、この情報発信で収入を得ようと思っている方、今回はね、億万長者合宿リメンバーの中で本当にね、伝えたいメッセージをガツッといきますからね、よく聞いてください。インターネットで稼ぐってね、簡単に考えないでほしいと思うんですよ。なぜなら私がいるからです。私はネットビジネスのプロフェッショナルですよ。で、私のフィールドに入ってくるわけなんで、もうすごいですよ。ブログをやろうかと思っても私1万ブログ作るわけですからね、かなわないと思いますよ。 YouTube やろうとしてる方、私毎日20とか30とか YouTube アップロードして、しかもお客様から、お客様っていうかね、視聴者さんから問い合わせが来るんですよ。毎日多い時には50件から60件、少ない時でも10件必ず来ますよ。で、こういう私に挑んでくるってことなんですよ。 YouTube でなんかやろうかなとかね、情報発信してなんか稼げないかなっていうのはよく考えた方がいいと思います。うん、で、私のこの姿を見てね、やってやるぜ、頑張っていくぜって思うんだったら、私が横を走ってると思った方がいいです。いいですかね。よーいどんっつってバーンとね、スタートって言われて、私が横走ってるんですよ。私が1000個2000個5000個1万個っていう風にコンテンツ作る間に何個作れますかってことなんですよ。この競争でどっちが勝つかってことを考えたら、しっかりやらないといけないってことが分かると思うんですよね。ということで、ネットは俺のフィールド、本当命かけてこいって感じですよ。副業でちょっととかね、副業とか言ってどうですかね。例えばね、ある料理人がいるとします。長い間修行して10年で板場に立ってね、大将ってやっと呼ばれるようになった、よーし俺の店持ったぞ、これからはこの包丁一本で生きていくんだっていう料理人がいるとするじゃないですか。そこにですね、いきなりこう働きに来たやつがいるんですよ。この料理俺ちょっと副業でやろうと思うんですけど教えてもらえますかみたいな感じでね、どうですかね。そういうことをなぜかね、ことネットビジネスだと、参入消費が低いからなのかもしれませんけども、アカウントがタダで取れたりとかね、 YouTube すぐにできたりとかするからかもしれませんけども、なんかうまくいくんじゃないかと思ってるんじゃないですかね。厳しいんじゃないですかね。私がとりあえずビジネスをやってないとは言っても、私ビジネスをやってないって言っても売れてるわけなんですよ。で、こういうなんかバケモンみたいなやつがいるところに副業気分で来るというのはね、いや危ないと思いますよ。それは私自分から高い位置からね言わせてもらいますけども、今回だけはなんかね、その速稼塾に入るとかね、そういうのもいいんですよ。速稼塾に入りましたとか言って、で、私は自分のノウハウを全部ねお伝えしていきます。でもぶっちゃけそれと同じレベルでできないじゃないですか。で、量を押すしかないんですよ、数をね。で、私は数を戦略としてますから、数で追いつけないわけですよ。ですんでね、やっぱり本気でやっていく、そしてどうやったら自分は収入を得れるのかってことを何回も何回も聞いてくるとかね、どういうふうに自分はコンテンツ販売したらいいんだとか、誰に売ったらいいんだみたいなことをね、本当に心から心から心から聞いてこないと答えないですよ。いや、答えてるんですよ、正確には。正確には私はずっと放送で言ってるんですけども、目の前の人に売れとか家族に売れとか言ってるじゃないですか。でも、いまいち現実味がないでしょ。いや、私はそれをやってきたから言ってるんですよ。一番身近な人とか、自分の目の前にいる人ね、それがうちの社員なのか、当時ね、当時自分の会社の社員がいたわけですよ。社員にすら物を売るわけですよ。ね、で、自分の上司ってのはいませんけども、メンターみたいな人いるわけですよ。メンターっていうか、取引先のちょっと偉い人とかね、いつもお世話になってますみたいな人もいるんですよ。でも、その人にも物を売るんですよ。で、売れなかったこともありますけど、大半売れますよ、やっぱり。それまでの付き合い方がちゃんとしてればね。それから私のセールストークがあれば売れるわけですよ。で、なんでセールストークが入るかっていうと、一目置かれてるからなんですよ。行動量がすごいからね。行動量がすごいから、こいつに任せたら必ず何かをやってくれるに違いないっていうふうに思わせてるから、じゃあ商品を買ってくださいって言ったら、なんかことが起きるかもしれないなっていうふうに期待して、ご購入いただくんですよ。ご入金いただくんですよね。で、ジョイントベンチャーとか言って一緒にビジネスすることもありますけども、基本的には私は、今だから言えるんですけども、自分より格下だと思ったらね、お金くださいって言いますよね。一緒にやるんだったらお金くださいと。私の方が YouTube のアップロード本数多いし、チャンネル登録者が多いでしょと。で、私の媒体があなたのとこに利するわけだから、それはお金で埋めてくださいみたいなこと言うわけですよ。で、この人は一目置かないといけないなって人は、ぶっちゃけギャラとかなんとか話しないですね。自分でもぎ取っていきますね。それ恥ずかしく言えないんですよ。例えばね、吉谷さんとジョイントするときに、吉谷さん、僕なんか経費自分持ちだったらちょっときついんですよみたいなね、売り上げ半々でお願いできますかって、かっこ悪くて言えないですね。違うんですよ。吉谷さんとね、なんかプロジェクト組むときは、なんとかしてね、どうやってか分かんないですけども、
絶対自分に売り上げが入るようにやっていってるんですよ。で実際そうなってるわけですよね。湯河原の合宿とかね、熱海合宿とかね、イリュージョンとかありましたけども、私ねギャラをくださいとかね、経費を持ってくださいって言ったことは一回もないんですけども、でも結局は私はね、まあ分かんないですけども、吉谷さんより売り上げを上げてるはずなんですよ。いやまあ確かにね分かんないですけども、吉谷さんの売り上げ聞いたことないんで、でもねそのぐらいの気持ちでやってますね。でそういう風にジョイントする相手以上に稼いでやるぜみたいなね、そんなマインドを持ってる人間なんですよ、ね、でビジネスやってないけども、でも無意識的に売り上げが上がるような発信をしてるというね。でこういうのが、こんなのがね、私なんて序の口のぐらい山ほどはいないか、山ほどはいないんですよ、はっきり言って。そんなにたくさん稼いでる人とかね、うん、でもたくさん稼いでる人がねそんなにいないってことは、そのぐらいハードルが高い世界でありね、稼いでるって言ってる人は、これはねインチキなんですよ。インチキはすごい多いですからね、インチキで稼いでるよって言った人は。だそういう人をより分けて本当に稼いでる人に追いつこうと思ったら、なかなかね難しいと思いますよね。やるやり詐欺からの卒業をねそろそろしてもいいんじゃないかなと思いますけどもね、はい、今回はちょっと言い過ぎたかなと思います。では失礼します。